上田塾最後の土曜日、はい、昼食べてないの？なんで？これ YouTube に載せないの、うん、なんで？あげればいいじゃん。上田本人は仕上がっているようだ。君は趣味は何なの？野球なの？違います。でもいつもユニフォームだったり、今日もさ、なんで？これから過酷な練習が待ち受けているというのに緊張感はなさそうだ。だが時間が近づくと、今週も自主的に柔軟体操を始める少年たち。スイッチが入ったのかな。感情を芽生えてくれたの。だんだん感動的な動画になる可能性もあるの。こんな予感が全くしなかったけど。じゃあ並んで。さあ、稽古の始まりだ。まずはシャドウから。上田はいつもと違うシャドウを4人に指示。最初ごめん、いいや、一人でやっていいから、2分でちょっと長い時間でやるから、先週とか先々週とかさ、教えてもらったことあるでしょ。それちょっと思い出しながらさ、今度は1分半のシャドウ。戦っている自分を想像させる。動けるときに動く。今は相手も来ない。今日はちょっといい時間。はい、行くぞ。はい、始め。ラッシュ15秒。はい。最後。はい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 。コータどうした？面白いな。
カバン見てや、カバン持って。おっ、ボンタあるんだよ。ボンタ、お前、自分ので隠れてたぞ、お前。ああ。これ罰、罰ゲームが待ってるな。この機にありがとうございました。なの、ちゃんと言えよ、ちゃんと。どうした待ったって、おかしい。道詰めてる。お前のパーカーで隠れてたぞ。潰して飲むんだけど。もうちょっゼリー、ゼリー。半分飲み終わっちゃった。ゼリー、それ。ゼリーじゃん、これ。ちょっとタオルある。タオル持ってきたやの。なんでだよ、ビジネスパーク。ビジネスタオル。見たかったわ。あれだけみんなが勇気がもらえた。ビジネスタオル、これ。探してくる。探してくる。サービス精神。コウタがいつものタオルを探す。あった。あった。おー、これこれ、これだ。これ、先週のじゃない、大丈夫だよ、ちゃんと。あ、よかった。なんか。コウタは場を和ませる天才だ。いいことある。よし、じゃあやろうか。はい、なこれ一人一個、一人一個、あの一列みたいな。うん、一人一個まださあ、ここでまた動ける。次の稽古はこれだ。そうそうそう、手上げとけ、手上げとけ。ここまでさ、稽古してさ、やっぱね、正面図だとさ、ちょっと当たれば技になっちゃうじゃん。これがすごくもったいないじゃん。必ず稽古の時は、ちょっと手を上げるって意識がすごく持ってた。そしたら自然にパッと上がるから、ね、ただ背骨の声とか聞いたら、ポッてなるから、ちょっとこういう意識が持ってた。だからここで、そうそうそう。合図だな。ペッ！またもコウタ。どうした？足くじいた。足くじいた。大丈夫か？もう無理しないで。できるか？できる？よし、俺、始め。はい、どうやら大丈夫みたいだ。稽古は仕上げに近づいていく。トモキ、キレのある動き。目指すは初優勝だ。オーガも負けじと続く。いいやつ、いいよ、横行ったり。見えるね、優勝してる姿が。お見えるね、トロフィー持ってる横の姿が。そのクーさん、あやめ、あやじめ、見えてくるね、だんだん上手になってきた、本当にすごい、いいね、ノリノリ。一方、コウタはパンチが、パンチ伸ばして、パンチ伸ばして、そうそうそう、当てちゃめて、当てちゃめて、当てそう、それ当てないでいいね、当てないでいい、当てないで、そう、もっと言わないよ、相手にもっと言ったことないだろ。5秒。そしてソウスケ。悪い顔してるんだな。悪い顔してるんだな。感情なくしてやる。感情がゼロなってる。みんなすごい汗だ。汗だくだね。疲れた。はい、じゃあミット持って。で、今度はミットを使った稽古。こうで。上田は一人ずつ丁寧に向き合う。
次は仲間同士で組手の稽古。見てほしい、この真剣な表情を。試合で勝ちたいという気持ちの表れだ。だが上田はさらに気合を入れる。30秒、さあ勝ちたい人が勝つぞ。勝ちたい人が、もう今さ、みんな同じぐらい疲れてるじゃん。やっぱ勝つ人ってさ、みんな同じぐらいでさ、こうなっててさ、やっぱりこう一個いながらじゃ勝つわけじゃないですか。だからこういう時にみんな疲れてるから、みんなで仲良し恋しでやってほしくないんだよね。わかる？こういう時に一人が、誰かがさっき王がメール見た時に声出したけどさ、やっぱああいう感じでさ、誰か一人がって上に立ってほしい。そういう意識でさ、今みんなちょっと元気ないから声出してこい。分かった？声出すってさ、みんなが思ってるよりすごい 大切なことなんだから。やっぱハンターガンドってさ、例えば初めがこうするんだ、もちろんこれが一番いいんだけど、まあ、これって難しいよね。1秒半ずっと動いてるって、まあ難しいじゃん。どっちかって言ったらさ、こうのがいいよね。わかる？こういう感じの、これが良くない？これだとさ、なんか、あ、疲れて効いちゃったのかなって審判が思って、やっぱ旗って上がりにくい。あー、ちょっと最初良かったんだけど効いちゃってるから引き分けかな、相手かなみたいな。だけどグーッと上がってたら、この子最後押し切ったなみたいな感じ。審判も人間だから、みんなこのやっぱ追い上げた人に旗って上げやすくなるわけで、その癖をつけようと。分かった？だからどんな時も一応ラスト30、ラスト20、ラスト10って言うようにするから、自分がどこで上げるかってちゃんと考えてあげるみたいな。分かった？上げとけよ。はい、10秒、10秒3、少年たちの疲労はピーク。そして最後はこれ。8セット行くぞ。あー、セット。そうだ、最後なんだ。これで8セットちゃんとできてたら、もう今日出してもらえない。もう8セットで終わり。バービージャンプ。10秒、上田の稽古終了後、上田が何やら少年たちの道着を持ち出した。少年たちに道着の畳み方を教えるというのだ。勝負へのこだわりはもちろん大事なことではあるが、その前に一人の空手家として成長してほしい。逆も同じく。上田の少年たちへの気持ちが込められていた。見てて。でこれを丸になってでしょ。でくぐってこうやってやるんですよ。でこうやってよくこうやってやってたんだよ、昔の人はこうやってやってみな。え、はい、昔の人はこうやって道場行ってたんだよ。サポーターとかなかったから当時。え、お前のさ、それさ、
疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。終わりましたね。どうですか。もうね、うん、思ってる以上に成長が早くて、まあ本当なんだろう、勇気づけられたっていうか、まあ本当来試合自分なんです。まず自分が勝って、しっかり来試合あの子たちいいバトンつなげてね、まあ今日やったことが出るかどうかよりも、まああの子の中でなんか自信になって、それが試合につながれば自分はそれで満足なので、まあ全力で応援して。応援したいと思います、はい、応援もされないというですね。そうね、はい、もうだから自分はまず勝った当たり前なんでしっかり頑張っていきます。お疲れ様です。ありがとうございました。この1週間後、上田は敗退。子供たちに託すことになった。